はい、ウクレレ誰もです、本日はちょっと変わり種、ね、変わりネタご紹介したいと思います。フライングタイガーというね、非常に安くておしゃれな雑貨屋さんが、全国いろんなところにありますが、そちらでなんとウクレレも販売してます。こちらですね、1600円プラス消費税1760円ですね。サイズは普通のソプラノと一緒ですね。ちょっとカマカより大きいぐらいですね。スケールも全くカマカと同じです。すごい、完全にカマカと一緒のスケールですね。で、ギアペグが搭載されてます。で、フレットが、12フレットジョイントではなくて14かな、ポジションマークが一切表にも横にもついてないんですけども、ちょっと光で分かりにくいですかね。これはピンクの指板なんですけども、で、ちなみにボディは全部プラスチックです。裏だけちょっとこんな木目調のね、プラスチックにはなってますが、これももちろんプラスチックです。で、おそらくトップだけ違う材のプラスチックを貼ってるような感じで成形されてますね。指板も後から貼られてるような形、指板と、ナットが一体型、フレットも一体型ですね。ヘッドプレートもまた別のプラスチック、違う色のを貼ってます。ネックとボディサイドバックはもしかしたら一体成形かもしれないですね、っていう形でちょっとサイドに補強は入ってますね。これで1600円ですか、すごいですよね。で、ブリッジも、サドルと一体型のプラスチックが後から貼られているという形です。弦ももしかしたらアキーラかと思われるような白い弦が貼られてます。アキーラじゃないと思いますけどね、こういう形だ。で、ここにビス止めされてます。結構ね、ネックが太いです。これがデメリットですかね。1フレットで24ミリぐらいありますんでね、3、4、5、6、7、8、9、10、10フレットぐらいでいきましょうか。10フレットぐらいで、28ミリかなり分厚いですね、ネックは。で、まあ、ネジ穴が開いてますけど、そんな演奏上は気にならないですね。で、フレットもまあプラスチックで指板と一体成形ですので、まあ、もちろん飛び出てるとかはないです。で、タグのとこになんとピックが2枚ついてます。今からちょっと、今買ってきたばっかりの状態なんですけど、いろいろチューニングとかをしていきます。まずタグを外します。ピックでね、弾くこともできるのでね、お子さんなんかはピックで弾く方が、爪がね柔らかい人はかけちゃいますんで、ピックで弾くのもありかなと思います。ちなみにケースなんかはついてませんので、そのままこの状態で展示されてます。意外とね、滑らかにチューニングできますね。最初
はまあ大きくずれてると思うんですけども、まあある程度ちゃんとチューニングさえすればしっかりチューニングできますね。うん、ペグの作りはすごい荒いのは荒いですけど、ちゃんとしたギアペグですので、まあ弦のね伸びがどんだけ早く収まる、落ち着くかわかんないですけど、あとちょっと溝がナットの溝が浅いんで、ちょっとね今上に引っ張っただけでちょっと外れちゃいました。もちろんこのナットの彫りが甘いのですごい弾きにくくはなってます。ここのナット溝ですね、ここの溝の彫りが甘いので1フレット押さえた時にかなりよいしょーって押さえないといけないです。よいしょーって押さえるってことはその分弦が引っ張られますんでね、基本的にこういう状態のウクレレっていうのはチューニングでね合わせてもここ押さえた時の音程っていうのはちょっとシャープしがちになることが多いですね。今3弦 C に合わせてて C シャープねかなりずれてます。これはここのナットの溝を掘ればだいぶ改善されます。軽く押さえるだけで1フレットが押さえれるってことは、そんだけ引っ張らなくていいので無理に引っ張らないのでちゃんとした音程が得られるという形ですね。まあ、あとはこちらブリッジについてるサドルも一体成形なので、このサドルの頭を上から削るしかない仕様ですね。で13.5フレットジョイントですね。コアロハのロングネックみたいですね。ちなみに、12フレットでの弦高は3ミリ。うん、1弦、4弦ともに 3.1 ミリぐらいですね。オクターブピッチはどうでしょう？あ、ここはひどいですね。3弦だけかなりシャープしてますね。全体的にちょっとシャープ気味なんで、これは弦高を落とすとかなり改善するんじゃないかなと思います。一回何も調整してない状態で弾いてみます。チューニングだけもう一回します。プラスチックなんでね、プラスチックが鳴ってる音ですけども、音量は結構あります。甘いですね、やっぱり。気持ち悪い、この辺でも気持ち悪いですね。もちろんハイポジションいけばどんどんね、ちょっと音はやっぱずれていきやすいですので、まあ弦高高いんで弾きにくい点もありますけどね、ちょっとしんどいかなと思います。さっとナットを削ってみます。適正な深さにナットを削って、なおかつサドルもちょっと削ってみましょうかね、時間があれば。まあ、ナット削るだけでローフレットの音程ってのはだいぶ改善しそうな気がします。普段ここはね牛骨とかが使われてるんで、こんなに普通のプラスチックが使われてるっていうのはまずないですので、削り心地もねいつもと全然違いますね。
といきます。これプラスチックはね、あんまり早くね削ると熱で溶けてくるんですよね。逆にまた削れなくなっちゃうんで、そのくせプラスチックっていうのは柔らかいですので、使ってるうちにどんどん削れていくという、一番ナットやサドルでは使ってほしくない素材の一つですね。もうギリギリまで攻めました。さあ3軒も行きます。でもちろん弦の太さに応じてヤスリも変えないといけないですし、深さはもちろん角度もね気をつけないといけませんので、その辺は元々のと比べるとだいぶ良くなりますんで、チューニングの安定度であったり、音の開放弦の伸びなんかであったり、でチューニングのねしやすさなども変わってきますんでね。だいぶ抑えやすくなりました。さああと2つ、2弦と1弦も削っちゃいます。削るとゆっくり相当削るとやっぱりプラスチック柔らかいんですぐ削れますね。削りすぎちゃうぐらいです。いつものパターンのいつもの感覚で削ると、さあ最後今日は、そのナットとサドルだけで行こうと思います。このナットのね、普段はここの角ですね、角張ってるとこも削って、こう演奏中手が当たっても痛くないように加工するんですけど、それはまた後ほどやります。果たしてこのフライングタイガーの1600円のウクレレが演奏できるウクレレに化けるのかどうかというのを今日は検証ですのでね。ですね、さてナットの溝は適正になりました。国産と同じぐらいのクオリティです。ね、ナットでの接地面が増えたからか開放弦がなんか鳴り出した気もしますね。まあそれはともかく、ちょっとだけピッチがマシになったかなという気はします。さっきに比べるとコードのね鳴りが気持ちよくなりましたね。ここは音程が合ってきたってことですね。単音でも気持ちいいですね。さて先大幅にずれてた C3 弦を
だいぶ落ち着いてきましたね。ズレが少なくなってきました。さっきはだいぶ振り切ってたんですけど、だいぶ C シャープの1フレットの音が C シャープじゃなくて D ぐらい、0ぐらいまで近づいてたんですけど、かなり近づいてきましたね。それは気持ちいいです。さて、一番ずれてた12フレットの C の音はどうでしょうか。まだちょっとシャープしてますね。弦高が先ほどのナットを削ったことによってどうなったかというと、おお、2.6 ミリぐらい、おお、2.5 ミリ、すごいですね。ナットを削っただけで約 0.5 ミリ下がりました。で、さらにここをちょっとだけ削ったり加工したりすることによって、音程もうちょっと改善できそうですね。で、弦高が意外と 2.6 ミリ、2.5 ミリぐらいなんで、もうそんなに気にならないぐらいなんで、あとはオクターブですね。逆に4弦はフラット気味になってますね。やっぱりオクターブ調整したいところですね。これはフラットな状態ですので、こっちのねサドルの頭の弦の触れる位置を3弦はちょっとシャープしてるので、当たる位置を今の位置よりちょっとだけ後ろ側、後ろというかこう向けると下側に、で、4弦はちょっとフラット気味に なってますんで、弦が当たる位置をちょっとだけ上に加工したいなと思います。現在動画始まって17分、あんまり時間かけるとしんどいでしょうから、ちょっと簡易的な方法で、本当は弦を全部外した方がいいんですけども、弦を外さずに、オクターブ調整をします。弦が当たる位置を鉛筆でチェックして、弦をずらします。本来は外します。で、専用のヤスリで、削りたくないところはマスキングテープで隠してください。こんな感じですね。マスキングテープで外して隠して、弦をちょっと避けます。削りたいところを避けます。弦の当たる位置を、頂点をちょっと削ることによってね、移動させます。まあ、そうすることによって若干弦高も、下がってしまいますので、それだけ気をつけてましょう。あんまりやりすぎると弦高が下がってしまいますんでね。で、他の弦との高さの、弦の高さとのバランスも取らないとダメですので、気をつけてください。削ったら、もうちょっと細かいペーパーでザラザラ感をなくして、ね、綺麗に加工してあげると弦を切れにくくなりますので、ザラザラしてる状態でそのまま使ってると弦がね、やっぱりすぐ傷ついて削れやすく、切れやすくなったり、もちろんしっかりとサドルに全ての弦が触れてないので音量も悪く、音量も少なくなりますんでね、音の伸びも悪くなりますんで、つるっとした状態、なるべくつるっとした状態の方がいいです。お金か、ね、時間とお金をかけれるんであれば、どん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 これ細かい紙やすりで削るのがいいんですけど、今日はちょっと粗めの紙やすりの状態でストップします。はい、3弦も削ります。どんだけ削れてるかなってチェックするために、こうやってサドルの上に線を引いてます。弦が当たるところに線を引いてます。で、その線の上を削るんですけど、まあ実際サドルに丸々
全体的に線を引いてますんで、で今から僕はこの一番右の方だけ削らないように他の部分を削っていくというような作業をしていきます。でその後、紙やすりである程度成形するという形ですね。大体耳で聞いてもねずれてるっていう時はもうそれぞれ一番後ろ一番前どっちかに移動しちゃうぐらいでもまだピッチ完全に合わないことも多いですので、ウクレレは意外とねその辺微調整が難しい楽器ですので、元から完璧に音合わないことも多いですから、耳で聞いててずれてるぐらいの時はこういう感じでもう目いっぱいまで頭の位置を変更しちゃいます。まあ安いウクレレも高いウクレレもやっぱり新品で調整するとなると、まあ中古もそうですけど調整するとなると大体これぐらい 2,30 分は最低でもかかってきちゃいますね。さて12フレットどうでしょう。まあ4弦だいぶ良くなりましたね。3弦が問題の、おお3弦も、で2弦1弦はそんな狂ってなかったんで、かなりこれでハイポジションも気持ちよく弾けるんじゃないでしょうか。ね、音の伸びはないですけどもかなりギリギリ許容範囲かなと呼べるぐらいのウクレレになったんじゃないかなと。結構ハワイ製のウクレレなんかこれよりひどい、ね、音程のものもありますので全然これならいいんじゃないでしょうか。なんせ1600円ですからね。で全部プラスチックなんで、これから梅雨の時期も湿気も怖くないで、外持ってって暑いとこ持ってっても塗装も何もないので気にならない、濡れても大丈夫。まあ金属のペグ使ってますね。ここだけは濡れないようにした方がいいですけどね。でまあなんせ1600円なんでちょっと落としても割れても怖くないですよね。最悪なくしてもまあ1600円やったらしゃあないかと思えるレベルですよね。ボディの塗装はね、これはなんかグラデーション系の青黄色ピンクってなってますけど、いろんなパターンのウクレレが出てます、置いてますので、まあ時期によって何種類かあるんですかね。一番なんかおとなしめのやつを買って帰ってきたんですけども、他にもいろいろ出てます。でピックもついてるんで、まあこういうねトレモロ奏法なんかもピックがあればできますんで、もう完璧ですよね。
開いてるのはケースがついてないっていうだけで。調整は必要です。正直調整なしだとしんどい楽器です、非常に耳に悪い気持ち悪い音が出るで、なおかつ抑えのもしんどいっていう楽器ですけど、ナットとサドルさえ調整すれば音程は問題なくで、弦高も今さっき削ったので今 2.5mm 切ってます。 2.3mm、2.4mm、3mm ぐらいの非常に弾きやすい状態になりましたので、で、弦も普通のブリッジと形は一緒ですので、他の弦も試せますので、いろんな弦でちょっと音色を変えて楽しむっていうのも一つの方法ですね。下手したらフロロカーボンとか貼ったらめっちゃ鳴るかもですし、逆に、フロロカーボンとかの方がいいのかもですね。ナイロン系よりかはフロロカーボンの方が輪郭しっかり出てよりウクレレっぽくなるかもしれません。ちょっと今日は長い動画になってしまいました。フライングタイガーのウクレレを今日はご紹介させていただきました。1600円。もしフライングタイガーのウクレレを買ってうちで調整してほしいっていう場合は、すいません、残念ながら4000円ぐらいはいただくことになるとは思います。なんでそれでも5600円プラス消費税か。プラスチックウクレレ他のメーカーだとね、まあカラってメーカーもこれぐらいの、ね、5、6000円でありますが、同じくカラのウクレレもね、調整しないとちょっとしんどいので、フライングタイガーこの色が好きって方なんかには非常にありじゃないでしょうかね。よろしければフライングタイガーがお近くにある方は試しに弾いてみて、でよかったら買ってみてはいかがでしょうか。それではまた。